皆さんこんにちは、池田です。街中にサイクリングしに来てます。ちょうど街中の方にですね、用事があったので、それをひとまず終わらして、で、今帰ろうかなというところなんですけれども、今日すごい天気が良くてですね、この河川敷が非常にこう綺麗だったんで、ちょっと今回はですね、河川敷を走るところを撮ってみようかなと思います。ここは広島のこの西の方にある太田川っていう川なんですけれども、結構広くてですね、サイクリストの人もウォーキングする人もよく利用する、もう一番有名な川と言っても過言ではないでしょう。ここをですね、ずっと向こうの草地のところをずっと向こうの方まで行ってみようかなというところです。はい、では今回はゆるいサイクリングですね、では行ってみます。はい、では、出発しようと思います。ちょっとその前に、今日はですね、くるみを持ってきてたんで、これをちょっと一かじりしていく。に降りると、あっちの山の方は入道雲がすごいですね。お、すごいな、富山めっちゃ高いな。こっちになんか行く道があったと思ったんですけど、なかなかないですね。きれい。いやー、あー、きれいやな。今日はなんかカラッとしてる夏の天気って感じで、湿気も少なくて、なかなか走りやすいですね。こんなのんびりのんびり走るのもいいですね。やっぱりこう最近、思うのがですね、このタイヤ問題タイヤ関係を最近よく思うんですけど、このマビックのホイール、マビックのリムか、リムに変えてスパウトのテラベルのタイヤつけて走ってるんですけど、なかなかですね、調子が良くて、
でまだすり減らんのですよね、結構走ってるのに。なんで今のところどんどんもう何人もでっかいトラックが走れてるって言って、こんな砂利道も全然気にせず行けるし、ええですよね。で8月か、今度8月になったらまたちょっと出かけようかなと思うんですけど、やっぱりこう熱中症を結構意識してですね行かないといけないですよね。こんな暑くなってきたらさすがに、今日も34、5、6ぐらいまで上がると思うんで、上がってたと思うんで、もう今夕方になってきてるんでだいぶ涼しいですけどね。うお、ちょっとこっちの方行ってみよう。この若干のなんかめっちゃおるな、生き物が。カニやな、こっちの方になんかカニがめっちゃおる、この湿地帯というか。よいしょ、このただ河川敷を走るだけでもなんかええやな、ええ感じや。結構風がすごいな。今だいたい西広島ぐらいまで帰ってきてますね。おお、なんじゃこりゃ。こういうちょっと寄り道を、なんやろこれ、あらら、なんかあったんかな、ここにビオトープというか。あれ、行き止まりちゃん、あきや、行き止まったよ。いや、行けるか。え、いや無理かな。いや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 、あた、これはこれはいけんわ。よいしょ、うお、やべ、カニめっちゃおる。よいしょよいしょ、おお、なんか魚死んどるし、よっからしょ。これは何やったんやろ、この池みたいな。よし、川沿いを走ります。ここもなんかでっかい魚が釣れるらしいんで、釣りしてる人が言ってたんですけど、スズキかな、スズキのでっかいのが釣れるらしいです。おお、涼しい、陰になったら涼しい。風が強いな今日は。サイクリングした時にですね、ここでコーヒー沸かして飲んでましたね。なんかちょうど休憩するのにはちょうどよくて、山に走りに行く前に、ここで休んでた覚えがあります。よいしょ、
ようと思います。前ちょろっと走った時に釣り人の人とか小学生とかが自転車で行っとったんです。でそこ行ってみようかなと思ってます。この河川敷もずっとこう北の方まで行くと壁に行けたりするんで、壁っていうあの地域なんですけど、何キロぐらいかな、結構あるんですよね、14、5キロぐらいあるんちゃうかな。でその壁を抜けて、さらに川沿いを北上していくと広島の奥座敷と言われる雪、でその途中に今木のメダルをこう配るようなキャンペーンをやってるらしくて、その河川敷のカフェとか駅とか道の駅とかでお買い物をすれば何かこうメダルみたいなのがくれるらしいです。そういうのもちょっとやってみようかなと。これがこれなんですよ。これを右上に行くんじゃなくて、普通こう帰るんですけど、今日帰らずにこっちに行くと。でどこまで行けるか、ほらこう道があるでしょ、ここ道があるんですよ。実はこっちだいぶ狭いですけど、よいしょ、だいぶ狭い。でもやっぱり走れるんですよね。よいしょ。これがすごい。潮がですね、だいぶ満ちてきてたらここ埋まっちゃうんですよね。だから潮が引いてる時に通るんですけど、ここを通れば信号に引っかからなくてもスーッと抜けていける。おーこい。ただしあの階段のところがすごい狭いんですよね。それが難点。あと潮が満ちてたら通れないっていうね。ここが狭いんですよ。これが狭い。おっちゃい。よいしょ。今日は本当に向かい風がすごいですね。こんなにすごいのはあんまり今までなかったんですけど、珍しいですね。台風が近づいてきたりしてたらこう風があるんですけど、普段の何気ない時でこんなに吹いてるのは本当珍しいですね。よいしょ。これでもどこまで行けるんやろか。突然行き止まりになってはい終わりみたいな、なんかそういうのやったら嫌やな。うわ、なんか焚き火した跡があった。よいしょ。ああ、なんかこう川沿いを見たら確かになんかこう小魚がいっぱいおって、お、ハト結構釣りもできるんじゃないかな思いますね。うわ、結構続くなこの道。どこまで行けるんやろか。あっちの
橋の下まで行けるんやろうかな。そしたら結構な距離になりますけどね、ここも。よいしょ。今のところ走りやすいですよ。すげえいい感じ。あ、これ注意っすね。この階段の溝、夜とかやったらちょっとあれですけど、なんやろ、上で規制線なんか張られてる。じゃあ普通の工事か。よし。どうやらこの右手の草っぱらが小鳥の巣、野鳥の巣みたいになってるところが多くて、さっきからすごい鳥がぴょんぴょんで、うわー、これはいけんのかな、これ。降りたらいけんのかな。よいしょ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 。うわ、べっちゃべっちゃべっちゃ。うわ、はい、よし。あー、今やったらいけるな。今やったらいけるけど、あと5センチぐらい潮が満ちたら終わりやな、これ。海抜5センチぐらい。ここではパンクしたくないな。カニが、この同じ場所をカニが泳いでるっていう。若干水溜まってるし。よっよっ。うわー、これいけるんか、これ。これ波やけど。はい、海抜今ゼロです。海抜マイナスです。海抜マイナス3センチ。うわ、やべえな、これいけるかな。今タイヤ分ぐらい海に埋まってます。川に埋まってるか。やべえな、これ。今ペダル1回転したら濡れる状態です。どうしようかな。ちょっとここで一旦ストップ。これは こんな状態。タイヤはもう完全に埋まってるんですが、このままいけんのかな。ちょっと嫌やな、嫌やな。から上がったらええか。ちょっと行ってみたい感もあるよね。いや、でもあそこ深そうやな。海抜ゼロ、マイナス10センチぐらい来てるんで、ここは上がろうかな。あのまままっすぐ行ったらどうなるんやろか。いや、でもあれやな、もうちょっと人体行くんやけどな。上がるか。せーの。せーの。よいしょ。うっしょ。だいぶ深いですね。よいしょ。
さあ上に上がりました。よいしょ。さあ上から下を見てみると、まあまあまあ行けんことはなかったけど、ちょっとね、ああまあまあ行けないことはないけど、だいぶ途中から深いっすね。無駄に濡れるパターンやったかもしれない。この辺りまではまだ行けてて、ああ一応最後まで濡れる覚悟やったら行けたな、行っとけばよかったな。だいたい15センチぐらいやろう、深くて。ただ最後は濡れたな。最後は濡れた。波がすごかった。はい、ということで上に上がってきました。さあ次どこ走ろうかな。ひとまず海の近く、海抜マイナス15センチ走って、次どこに走ろう。やっぱり先みたいなのもちょっとやんちゃしたりするときはこのフェンダーですね。あんなところで水背中に浴びたないしな。塩水、絶対塩水ですよここ。さて次は曲がるか。はい、ということで、今日はですね、河川敷をのんびりサイクリングするという回でした。何もないただのこう雑談が多くなってきてしまいましたけど、まあ、たまにこういうのもいいかなとまあいつもそんな感じなんですけど、ということで、よいしょ、だいぶ暑くなってきましたが、自転車また楽しんで乗っていこうと思います。では、今日はこの辺りで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。よっしゃ。